注意、隔離手続き開始。次の指示を待て。エレベーター機能せず、他のルートを探す。了解、ワンゲート。気圧変動開始。平準化完了。科学研究所に許可が入ったものは、エアロック閉鎖。気圧変動開始。平準化完了。全乗り組、持ち場に戻れ。消防訓練成功。警告、汚染を感知、封鎖を実行。警告、汚染を感知、封鎖を実行。
ロック機能せず船体の完全性に支障。科学研究所に無許可で入った者は懲戒処分を受ける。科学研究所に無許可で入った者は懲戒処分を受ける。警告、汚染を感知、封鎖を実行。警告、汚染を感知、封鎖を実行。警告、汚染を感知、封鎖を実行。エアロック機能せず、船体の完全性に支障。ベッカに亡命を求めたヘルガストの反乱分子が初めて出ている。警告、汚染を感知、封鎖を実行。バルさん、こちらワンエイト。太陽に進路変更した。ミッションを続行する。了解。ワンエイト、リアクターを復帰させろ。その船を復帰させたい。了解。処分を受ける。
査を実行。エアロックメーターは簡易シアルで検討開始。平準化完了。食堂は閉鎖されている。飲食物は簡易診療所で受け取れ。懲戒処分を受ける。機能せず、船体の完全性に支障。
リアクターに壊滅的障害、運転停止を実行した。レベル4の診断を推奨。コンデンサーオフライン、迅速な点検が求められる。通常回転の 25%。電気コンデンサ蓄電中。通常回転の 50% に到達。リアクターに壊滅的障害、運転停止を実行した。75の診断を推奨。警告、コンデンサ活性化中。レベル4の診断を推奨。オフライン、迅速な点検が求められる。リアクターに壊滅的障害、運転停止を実行した。レベル4の診断を推奨。リアクターオンライン、制御パネル使用可能。車は出力準備完了。
リアクター出力 100% メインエンジンオンライン。あなた死ぬわよ。黙れ。開けろ。しのがれ、持ち場をしのがれ。やれ。コンタクト。パラサ、アイア、船は太陽への軌道にある。マスターと正体不明の人物が研究室に入る。ギシャ、マスターは亡命する。ヘルガスタに渡すわけにはいかん。そこで俺を上げると早く確保するんだ。いいな。エアロック閉鎖、気圧変動開始、平準化完了。エアロック閉鎖、気圧変動開始、平準化完了。行くわよ。武器実験 224HA シリーズ6。これがあなたたちの仕打ち。私たちを実験台に。
胸がムカつくわ。これを破壊するために来たんだ。誰が信じるか。隠蔽しに来たくせに、ヘルガンの破壊じゃ足りないのか。罪のない者はこれ以上死なせない。マッサーはどこだ。マッサーは行いの報いを受ける。ベクタの指導者もね。HA シリーズ6、被験者はヘルガスト男性33歳、起用歴はなし。散布を開始して。おい、何のものだ。何をしてる。これがあなたたちの仕打ち。私たちを実験台に。胸がムカつくわ。これを破壊するために来たんだ。誰が信じるか。隠蔽しに来たくせに、ヘルガンの破壊じゃ足りないのか。罪のない者はこれ以上死なせない。マッサーはどこだ。マッサーは行いの報いを受ける。ベクタの指導者もね。取引しよう。彼女はここにいる。彼女はマッサーを捕らえる。やつらを食い止める時間はまだあるが、動け。
参入ぞ。彼女をコーチ室へ連れて行って。あなたは他と違うわ。何ですって？別物ね。ヘルガストのことは知ってる。本人たちより詳しくね。ある特質があるのよ。そう、あなたにはない。他の血が混じっているようね。サンプルをくれれば遺伝子のうち何パーセントがベクターか喜んで教えてあげる。推測では半分以上。連れて行って、早く。あなたたちは皆死ぬのよ。着陸チーム待機中、以上。